番ガクトの勝ち方を間違いなく読み込んでる男なんですよね。で今回の検証はですね、ガクトの勝ち方を世界で一番読み込めばガクトに勝つ方になれるのかなっていうところで、ちょっと勝負を挑みたいなと。 PK 対決、そんな時は笑顔で大きく叫べ、メンタルリセットと。皆さん、発展選手にしませんか。まだ取れ高ちょっと足りないみたいなんで。いいよ、やろうっす。発展選手で、はい、ほとんど褒められます。こっからが、こっからだから。人生というゲームを攻略するために必要なことは全てやれ。全てはゲーム。こっからちゃんとゲームの達人になれ。よし、うん、今イーブンぐらい3対5。ああ、オッケーオッケー。止めんの？うそー。中途半端はやらない。徹底的に追い込む。相手がビビって絶対に二度とやり返してこないところまで最後までやりきると決めていた。痛い。ゴール入れちゃって久保平さん壊しに行き。なんで止める？マジか。リーチすごいですね。あと動体視力。こんな48歳に勝って嬉しい。勝ちです。あ、痛っ。徹底的に追い込む。徹底的に追い込む。まだまだ3対6です。あー、ちょうどいいね。盛り上がってきたね。ちょうどいい。行動し続けること、その結果として勝ちが積み重なる。はいはい、3対7、マッチポイント。さあ、始まりました。超飛行率5万部、自腹で。あ、あのページに返したな。勝ち方。声を大にして叫べ。やればできる。こうだ。よし。よし。よし。こっから勝ったらかっこいいぞ。4対7です。そうだね。そっから勝ったらかっこいいね。僕が一番ガクトを舐めてない。あー、危ねえ。恐れるな。
こいつやべえと思わせろ。よし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 ガッと舐めるな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 玉が本当舐めるな。それがお前の望むお前の姿なのか。そういうことをやって外すんだ。あ、惜しい。こっち。よし。気が狂うほどどうやって復讐するかだけを考え続けていた。誰得でもない DK を続ける人。OK! よし、パッと決めちゃおう。近くないっすか？え？近くないっすか？そうっすか？じゃあ、よく前出る。怖くなければ前に行った方がいいか。怖いぞ。入れるのは難しい。今日は今日のことだけ考えて全力でいく。なるほど、わかった。よし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 、これだ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 。6対7、はい、落ち着いてきた。やっと盛り上がってきたね。やっと盛り上がってきました。やっとだね。長かったよ。Thank you.
疲れてきたよ。よし。止めるじゃん。やべえ。ああ、よくない、よくない。決めます、ここで1本目飛べんだもん。そういうゲームだよ。じらして、待たせて、大いに期待させればいい。セルフブランディングはそこから始まる。よし。追いついた。危ねえ。なるほど、こうやって回転かけるのもありなんだね。すごくない？今いいスコースだったけど。ガクトは回転をかける技を覚えた。え、っていうことは？負けず嫌いな奴にボロ勝ちをする。だからこそ勝ち方にもこだわる。はい、結果報告。ガクトの勝ち方を読んだだけではガクトには勝てません。はい、ということでもう買わなくて結構です。いやいや、それは違います。それは違いますけど、読み込んだからこそこんな長期戦に持ち込めたと。すごいくだらないこと途中何回かありましたよね。いやまあまあ、でも途中でね、僕が傭兵にああそういうのに好きだなと思ったのは、負けてもなお発展選手にしてくれって。勝ちたいっていう執着は大事ですよ、大事です。ただ、はい、何が根本的にダメかっていうことだけ言っていいですか。はい、僕サッカー非経験者じゃないですか。はい、僕に時間与えすぎ。ああ、なるほど。蹴っていく最中に少しずつ覚えていくから。なるほど、で、止めるんすもんだって。いや、だから、経験者なんだから、はい、彼が言ったようにコーナー狙うとか
よ。いやコーナーに行ったのを止めるんですもん、こうやって。だって見えるんですもん。遅いんですもん。あともう一つ、はい、長期戦にあまりにも向いてない体すぎて。この汗、はい、全然違う。あれ全然書いてない、ガクさん。ガクトですから。おかしいな。でも思ったね、あのキーパーはこれぐらいのスピードだったら殴るスピードの方が速いんで。反応しまくってましたよね。これぐらいだったら見えますね。やっぱあのプロの方も違うんでしょうけどね、スピードは。素人のこれぐらいのスピードだったら全然見えますね。昨日練習した時に陽介に、あ、もうここ入れば絶対止めれないからって何度も言ってもらったんですけど、止めてましたね。止めたのもあるし、あんまそこまでは行ってなかったですね。あ、そうですか。はい、はい、はい、ありがとうございました。彼的にもね、人のせいにするな。はい、そうですね。てめえが悪いんだろうと。はい、店員られた時、ぐーっと審判の方見るから。どうなってんだっていう。まあでも、ガクトの勝ち方を読み込むだけではガクトに勝つ方にはなれない、はい、っていうことですね。当然の結果ですね。はい、当然の結果です。これ見てくれてる方とか果たしてガチじゃないんじゃないかとか思ったり。いやもうガチですよ。もう左足プランプランですよ。本当に言うこと聞かないですよ今。やばいな。やっぱなんか人を蹴る感覚とやっぱ全然違いますね。物を飛ばすって難しいですね。本当に思いました。あとあの蹴った後にどこに行くかっていうのを考えること、すごい細かい作業なんだなって。その場でやりながら検証してたんですか。はい、だから思った以上にちょっとした角度ですごい曲がっていくんだなっていうのを。だからあの僕的にはまっすぐ打って回転かけた方が楽なんだなっていうのを最後分かったんだよ。なるほど、はい、まあそれをお教えできただけでもいい人だった。ありがとうございました。ありがとうございました。いい経験になりました。次こそはまた何かチャレンジさせてください。今のところ前半なんで。まだですか。はい、またどう思う。ちょっと次はずっと負けてんだよ。自分から勝負仕掛けてきて。兄さん得意なやつです。テコンドー。いや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 、毎回ジャンルは僕に選ばせてください。今回相当有利だった。ボロ負けですよ。おかしいなぁ。まあでも見せ場は作ったじゃないですか。はい、ね、そうですね。僕も下手なりに頑張れたので、はい、あの僕がここで見てもらいたいのは成長ですよ。なるほど、はい、もう枠にも入らなかったボールが少しずつ枠に寄っていくという成長を、はい、なるほど。48のおっさんでもそれぐらい成長するんだな。俺も頑張ろうと思ってもらえれば。なるほど、はい、それだけで結構です。僕はその成長が難しくて、かつガクさんが苦手そうなジャンルをこれからちょっと探していきたいと思います。次回の勝負に向けて。 あとね、はい、この動画を見て分かってもらいたいのは、過去の経験にしがみつくな、はい、ですかね。ですよね。はい、関係ないですよ。過去サッカーやってたからって。そうですよ。サッカー少年でしたからって。はい、南米住んでましたからね。関係あります。まあ負けた。そうですね。そうですよね。そうですよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。いやー負けたもん。難しいね、ボールをこう蹴る瞬間っていうのは。どう負けたー。ボーリングと結構似てるよね。洋平くんずっと同じとこ狙ってずっと同じ止められ方してて、まあ、アップデートがやっぱり、ね、思考のアップデート。そう、うん、それに比べてね、やっぱりガクさんは毎回蹴り方変えるとかいろいろ駆け引きもあったんで、まあ終わってみたら当選の結果だったのかなっていう。申し訳ないけど、この正面に打つスタイルで、あとは回転だけで入れるっていう風にやれば、おお、こういうことはできるんだね。これ昨日俺が教えた蹴り方じゃないですか。覚えてます。か
な、そういえば。サッカーっていうのはこうやって蹴るんだね。ちょっとわかった。あと、左のコーナーを狙うときは、こう回転かけるっていうよりも、こうやってドライブしてかければいいんだ。そんなに金を持っているのか。So much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.